はい、こんにちは。こんにちは。もうすぐクリスマスじゃないですか。仙台ってみんな恋人たちとかどこ行くの？クリスマスね、やっぱ仙台はあれですね、光のページェントですよ。知らない。でも光のページェントって有名じゃないのかな。で、結構東北では有名です。常禅寺通りっていう通りがあるんですよ。あれだ、東京で言うとね、神宮の外苑みたいな木があって、木と木の間にこう通路があってみたいな、でまた両端道路あって、またその横にこう豪車道路があってみたいな通りがあるんですよ。森の都仙台の景色を象徴するような、よくパンフレットとかに使われるんですよ、そこの絵が。あ、なるほど。新緑とかね、その木にね、電球バーって張り巡らされてて、結構な距離ずっと光のロードみたいな感じですね。みんなそれを見に行きますよ。カップル、クリスマスはそこじゃないですか。絶対予定にそこは入りますよ、多分。それ結構都心に近いんですか？都心ですよ、仙台から5分とか。いや、絶対そこしかないっしょって思ってる、みんな。東北、どこぐらいまで知ってんだろうね、この光のページンと。え、絶対東北6県知ってんじゃないですか。僕はあれだと思ったな、札幌の雪祭りぐらい有名かと思った。それは持ったわ。あ、でしょ。それは持った。七夕巡りですよ、その。そっか、それは持ったね。さあ、Jリーグ最終節終わりましたね。最終節終わっちゃったよ。なんかあれでしたね。実際長かったけど、終わりは早かったですよね。確かに怒涛だったね。確かに。そうそうそう。でもなんか本当、もうこんなによく、なんかもう絶対こう、ちゃんとこう座って。90分間ずっと見続けてるっていうシーズンって、結構その小学校中学校のベガルッタ、ああ当時も好きだったね。その当時、まあ、ずっと好きですけどね。ああそうそうですよね。途中やっぱ語弊があるずっと好きですけど、まあ、途中ね何年かこう空白のやっぱ時間があるじゃないですか、やっぱりね、はいはい、その小学生中学生ぐらいの時でさえこの38節そうだよね。ちっちゃい頃そんな真剣に見ないよね。さらっと見てワクワクみたいな感じあるけど、昔ってほらあれないじゃないですか、ダゾーンで見返すなんてことないじゃないですか。そうですよ、毎試合やってたわけじゃないし、人生初かも。そしたらそう、何の話でした俺。いや、分かんない。今年はちょっと特別だったって話。あ、そう、特別だったよね。はい。そうそう。まあでも、あっという間だったっちゃあっという間。なんか、あっけなく終わったけど、濃かったなっていう感じが。確かに。あれだね、前半ボロクソだったじゃないですか。ベガルッタね、結構。もうなんか、後半になるにつれて、サッカーの内容的にはこう、ね、上がりつつ平常を保ちてちょっと上がってみたいな感じだったから、はい、見てて楽しかった一年でしたよね、成長が。そうですね、っていうね、1年でした。はい。さあ最初に締めくぐった感じです。そう、締めくぐっちゃった。僕のせいですね。さあね、鹿島行きましょうか。でもなんかあれです、鹿島見てて思ったんですけど、鹿島って結構特別な思い入れがあるチームだなっていうのを見ながら思ったんですよね。茨城ってすぐ近いじゃないですか、東北のね。その震災とか、当時小笠原選手が鹿島いたりとか、震災の時ね、うん、岩手出身だからその東北のためにみたいなので、なんかこう結構ベガルタと鹿島がこう繋がってとか、鹿島の選手なんかきっかけにみたいな、なんかこう復興のなんかいろいろやってた記憶があったり、距離が近かったりっていうか、なんか結構親戚のイメージあるんですよ、鹿島。ああ、わかるわかる。なんか親戚のお兄ちゃんみたいな感じとかですよね。あるんですよ。だから最終節に良かったなって。あ、まあ、J2 来年から落ちちゃいますけど、見送ってくれたみたいな、うん、出直してこいみたいな。あ、最近調子乗ってるから、そう、はい、ちょっと叩き直してこいみたいなんでね、見送る形でもなんか鹿島でよかったです、最後。なるほど。なんかどうしてもなんか締めに行っちゃうんですけど、そうっすよね、締めのあれ入っちゃうんですけど、ね、やっぱ最後だからね、しみじみしちゃいますわ。はい、まあ、じゃあちょっと試合振り返りましょうか。まああれですね、赤崎選手フルス鹿島相手にスタメン復帰しました。立ち上がりから結構一進一退っていうか、強度っていうか、そのボール球際プレッシャー早くかけたりとか、取ってからのカウンターとか、結構こう内容の声というか、ね、一進一退の展開でいい試合です、面白い試合ですって思いましたね、はい、結構あれですね、ボール奪ってなんか本当これベガルタがやりたかったカウンター攻撃なんだろうなみたいなのがめっちゃありましたよね、うん、まあそんな展開で一進一退続いて、いい守備、いい攻撃が見られる前半でしたね。両者とも点は取れず、でも決定機というかチャンスは作りつつみたいな前半でしたね、うん、後半入ってるんですよ、赤崎選手と木田選手が後半の頭でもう交代したじゃないですか。これは思い切ったなっていうか、まあ、カルドーゾ選手と加藤選手がね
入りましたけど、はい、その変わった2人もまたヒットしてた気がするんですね。そうですね。でこれはもしや最終戦4位キープを狙ってる鹿島相手に勝てるんじゃないかみたいなね、展開の中、上原選手フリーキックだっけ、フリーキック蹴って弾かれて、関口選手がシュート打ったのも弾かれて、で上原選手がこうクロス上げて平岡選手反らして、吉野選手のめっちゃフリーだったけど、はい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 、体がかぶさんなかったやつ、かぶさんなかったやつあれね、あれ決めなかったね、決めきれず、その後鹿島の一川選手、まあ、結構前半からねペナルティーエリアの角ぐらいからこう、ああそうだ、左足ね、左足でこうシュートとかシュート性のクロス結構何本かって、うん、まあ、怖いなって思ったけど、なんとか耐えてたけど、最後の最後に、ね、いいボールだった、あれは一川選手のゴールで決められて、うん、はい、でもその後も八塚選手入れたりとかして、なんとか点を取りに行こうって言って、早稲選手もなゴール前入り込んでって決定機あったし、加藤選手もねあったけど、相手ディフェンスがね体張って守ってみたいな、うん、まあ、素晴らしい試合でした、1試合通して。結果的に 0-1 で最終戦負けで終わっちゃったわけですけど、来年シーズンに向けて気持ちよくこう終われたというかね。そうですね、まあいい準備はできてんじゃないですか。だからこれからどういうチームになるかっていうのも含めて、楽しみにこのオフの期間見ていきたいですな。採点いきますか、最後の採点、はい、こちらです。平岡選手久しぶりのフル出場でしたっけ。平岡選手なんかシュートブロックに関してはもう変態レベルで上手いですね。飛んでくるじゃないですか。でもなんかいいですよね、あの古臭い感じ。あ、そう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 。なんかそれこそなんか井原選手とかたまんな感じですよ。秋田美咲選手とかですクリエイティブな感じじゃなくて、うん、捨て身な感じのね、あれ痺れるような。広岡選手ってなんか安心感あるの、来シーズンも必要ですね。必要です。この間1個前のミラ戦で、うん、ターンしないみたいな感じで言ったんですけど、ターンめちゃくちゃしてた今回、ね、してましたよね、してましたよね。ちゃんとメモのとこに書いてる、前の置き方置き方 OK みたいなボランチに限らずみんなしてて、言った手前ちょっとどうしようみたいなそこはちょっとありました。改善されたな前向いてたからこそのやっぱあのカウンターだったり結構決定的なチャンス作れてたんだろう。そうですね、上原選手もどんどん上がってたし、ボランチはもう本当に向いてなかった。吉野選手が結構積極的にシュートまで行ける位置にいるっていうのがまず良かったですよね。鹿島の荒木選手どういう風に映りました。でも荒木選手はなんかめちゃくちゃ爆発的なスピードはないけど、運び出しは上手いですよね。なんか香川真司みたいな、確かに、うん、そんな感じするわ。そんな感じで、まあ、鹿島戦が終わって J リーグ全日程終了ということで、終了でご挨拶してましたね、八塚選手がね、してたね、涙ながらに。でも悔しいんじゃないですか。でもやっぱ八塚選手もなんか自分で志願してキャプテンやったけど、シーズン開幕はスタメンだったけども、そうですね、スタメン譲ってなくなったから、まあ、いろんな悔しさがあってのあのコメントと涙だと思いますけど、ね、ちょっと前に前日って終わったじゃないですか。はい、終わりました。突発的に聞きますけど、対ベガルタ仙台いろんな選手と戦ってきたじゃないですか。で、翔くんが印象に残ってる選手たちでイレブンちょっと作ってください。なるほどね、印象に残ってる人でってことだもんね、はい、理想のベストイレブンじゃなくてってことですもんね。対ベガルタ、そう、対ベガルタに関してです。うん、そう、これはな、はい、いや、わかりました、はい、ちょっと考えます、はい。